はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は11月のお気に入りを紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで11月のお気に入りを紹介していきます。今回もたくさんのお気に入りがあるんですけど、その中でも厳選して選び抜いてきました。でまず1つ目、じゃん、こちらのベビーオイルになります。これは以前動画でもご紹介したと思うんですけど、このベビーオイルは結構いろんなのに使えるんですね。なんか元々は赤ちゃんのために作られたオイルなんですけど、赤ちゃんが生まれたその日から使えるとても低刺激のオイルになっていて、すごく肌に優しいらしいです。もちろん大人の人でも使えるらしくって、なんかその保湿であったりとかマッサージする時にも使えるし、で私のこのベビーオイルの一番おすすめな使い方が、髪の毛にちょっとだけつけるっていう使い方がすごくおすすめなんですけど、動画にもしてるので見てくれた方はわかるかなと思うんですけど、これを塗ることによって今季流行りのウェットヘアがもうすぐ完成するんですね。それも動画でご紹介してるのでぜひチェックしてください。概要欄にリンク貼っておきます。もうこれを買ってから結構ウェットヘアにすることが多くって、ちょっとこの11月のお気に入りに入れなきゃと思って今回入れてみました。2つ目がこちらになります。リンメルのロイヤルヴィンテージアイズの009番です。はい、これも本当に綺麗な色味で、特に私が気に入ってるのがこの色なんですけど、すごくなんか深みのあるボルドーのシャドウになっていて、チーポポちゃん風のモレルメイクをした時にもご紹介したんですけど、本当にこのアイシャドウは漏れます。発色もなかなかいいので、ちょっといつもと違うメイクにしたい時とか目元に色味を足したい時によく使っています。私結構メイク毎日変えたりするんですけど、最近はこのアイシャドウを使ってメイクすることが多いです。ぜひぜひ試してみてください。3つ目はこちらのイヤリングになります。これも最近動画でご紹介したんですけど、ラティスっていう店のイヤリングになっていて、これだけじゃないんですけど、ラティスのイヤリング全体が今月のお気に入りです。もう本当にもうね、動画でも結構熱弁してたんですけど、これが324円で買えるっていう神的な安さなんですけど、安さももちろんそうなんですけど、デザインもとても可愛くって、そこが気に入りました。またこれも動画のリンク概要欄に貼っておきます。もうそこでね、結構ラティスについて熱弁しているので、ぜひそちらを見てくれればなと思います。4つ目がじゃん、こちらの洋服になります。私ミックスチャンネルのセシルマクビーのコンテストで以前グランプリを取らせていただいたんですけど、そのグランプリの特典っていうのがセシルマクビーの公式サイトのモデル体験っていうのと、ポップティーンに乗るっていうのと賞金っていう形だったんですけど、この前東京に行ってその撮影をしてきました。ちょっと撮影風景をどうぞ。はい、こんな感じで撮影してきたんですけど、もう本当に撮影現場も楽しくって、すごくいい経験をさせていただきました。本当に皆さんありがとうございます。でその時にそのセシルの方に洋服をたくさんたくさんいただきました。それもまた動画にしようと思っているので、ぜひ楽しみにしておいてください。でその中にこのトップスがあったんですけど、ちなみにこれ色違いの黒も持っているんですけど、その袖の部分がファーになっています。でこれクリスマスメイクの時にも着ていたもので、結構質問とかも多かったんですけど、セシルマクビーさんの洋服です。そう、それでこの袖の部分がねファーになっていて、でもちろんデザインもすごく可愛いんですけど、何よりもとってもあったかくって、本当に防寒対策ができます。もうねこれに下ヒートテック着れば、もう全然これだけでもいけちゃうっていうぐらいあったかいんですけど、もう本当にこのファーの部分も全然チクチクもしなくて、すごい柔らかくってとても気に入ってます。5つ目、じゃん、こちらになります。これはフォーエバー21で購入したバッグになるんですけど、もう本当にデザインがとても可愛いんですよね。でしかも色味もすごくなんかなんて言うんだろう、ベージュなんですけど、結構白っぽいベージュで、すごくこれを持つだけで大人っぽいコーデになります。で個人的にはこのチェーンがすごいツボで、私チェーンのショルダーバッグスがチェーンのショルダーバッグがすっごく好きで、もうこの形とこのデザインに一目惚れしてこれ買ったんですけど、もう本当に可愛いです。素材もそんなに硬くなくって結構柔らかくなってるので使いやすいです。このバッグ持ってると大体みんなにそれ可愛いねってすごい
言ってもらえるんですけど、もう本当に可愛くてお気に入りです。まだね全然活躍してないんですけど、これからもちょっとたくさん使っていけたらなと思ってるので、今期購入したものなんですけど、ちょっとまだ売ってるかどうかは分かんないので、ぜひ気になった方はちょっと早めにチェックしていただければなと思います。次ラストなんですけど、ラストはこちらです。 MAC のクリスマスコフレのリップキットになります。もうこれ本当に可愛くって、もう毎日見てるんですけど、こんな感じで12色入っていて、しかもデザインもすごく可愛いんですよね。この色味が一つ一つ違ったりとか、もうケースからしてすごくキラキラしていて、もうたまらないです本当にでもちろん見た目も可愛いんですけど、色味とかも全部可愛いのが多くって、しかもなんかこの12色入ってるんですけど、一つ一つがちっちゃいので、なんかそのお試し感覚ですごい気軽に試せるかなと思いました。まあ値段はちょっと結構してしまうんですけど、新しい色味に挑戦できたりとかするのですごく気に入っています。でこの中でも特に気に入っているのがあって、この右から2番目のフォワールっていうブラウンっぽい色味なんですけど、ブラウンのリップなのにすごい使いやすいんですよね。結構肌に馴染んでくれるっていうか、開けるとこんな感じで、ちょっときつめの色かなと思うんですけど、手に出してみるとこんな感じです。結構なんかブラウンはブラウンのリップなんですけど、ちょっと赤みがかっているというか、そんなにブラウンすぎない色味なので顔色も悪く見えなくって結構気に入っています。でこのリップをつけると歯がとても白く見えます。ちょっと今つけてみます。はい、今つけてみました。こんな感じの色味です。結構歯も白く見えたりとか、そんなにどぎついブラウンではないので、すごく使いやすいなと思います。ちょっとこれはなんかこのちっちゃいサイズなので、これ持ってるのが普通のサイズも購入しようかなと今考えております。もちろん他にもたくさんいい色が詰まっているので、本当にこのクリスマスコフレ気に入っています。この MAC のクリスマスコフレの購入品も動画出してるので、概要欄からチェックしてみてください。はい、今回はこんな感じで11月のお気に入りをご紹介してみました。本当に今月もたくさんたくさんお気に入りが見つかって幸せです。また今後もね、お気に入り紹介続けていこうと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバーイ。